マーク・ダニエル・トランボは、アメリカ合衆国カリフォルニア州アナハイム出身のプロ野球選手。ウトウ・ミギウチ。フリーエージェント。実家はエンゼルスタジアムから10分のところにあり、子供の頃に数えきれないほどスタジアムで観戦した。ロサンゼルス・エンゼルス時代2004年の MLB ドラフト18巡目で、ロサンゼルス・エンゼルスから指名され、プロ入り。 2010年9月11日のシアトルマリナーズ戦でメジャーデビューを果たした。2011年は一塁一種のレギュラーとしてメジャーに定着。打率こそ254だったものの29本類だと長打力を見せつけた。新人王の投票ではジェレミー・ヘリクソンについでに位であった。2012年はアルバート・プホルスの加入に伴いガイアにコンバートされた。 シーズン前半は3割を維持し、同時に高い超打率を残し、初めてオールスターにも選出された。オールスターゲームでは2打席連続三振に終わった。ものの、前日のホームランダービーでは、ラウンド1とラウンド2の合計で13本もの本塁打を打った。オールスターゲーム以降は成績を落としたが、ホームランは30本を超え、2013年、前年から打率を大きく落とし、 234となったが、2年連続での30本塁打以上となる、チーム最多の34本塁打を放った。また、チーム159試合目に1打点を記録し、これで自身初の100打点を記録した。三振は、前年より31個増加した。184個の三振は、2000年に、モーボーンが記録した181個を抜いて、 球団新記録となってしまった。2013年12月10日にエンゼルス、シカゴホワイトソックス、アリゾナダイヤモンドバックス間の三角トレードでダイヤモンドバックスに移籍。2014年2月6日にダイヤモンドバックスと480万ドルの1年契約で契約更新に合意した。2015年2月に年俸調停で球団と争って勝利した結果。 年俸690万ドルの1年契約を結んだ。この年は、移籍までの46試合の出場で9本類打を含む長打22本と量産した。長打率は506だった。2015年6月3日に、ウェリントン・カスティーヨ、ドミニク・レオン、ガブリエル・ゲレーロ、ジャック・ラインハイマーとのトレードで、ビダル・ヌーニョと共にマリナーズへ移籍した。マリナーズでは一類、 外野の両翼 DH と1こそ違え度常時出場機会を得て93試合でプレーした。アーチの生産ペースは低下したが打率は移籍前より上昇した。2チームトータルの打撃成績は打率262.22本塁が64打点オプス0.75932三振という内容だった。移籍後 右翼手を守ったのが34試合で最多だったが、1失策を犯して、守備率、977、守備防御点から3という成績で安定していたとは言えなかった。ついで、DH としての30試合が多く、1塁を守ったのは22試合で1失策、守備率、994DRS0 と、外野よりも安定していた。左翼手の十三試合では2失策。 守備率 895DRS-1 だった。2015年12月2日にスティーブ・クレベンジャーとのトレードで CJ リーフェンハウザーと共にボルチモア・オリオールズへ移籍した。2016年は右翼氏及び指名打者のレギュラーとして常時出場機会を得て前半戦の87試合にフル出場。打率288.28 28本塁打。 68打点、オプス0.923という好成績を残し、オールスターに選出された。また、同試合の前夜祭りでもある、ホームランダー B にも出場。後半戦は打率こそ下がったものの、依然として、ハイペースで、本塁打を生産し、最終的には、MLB 最多の47本塁打を放って、本塁打王に輝いた。また、 108打点とオプス0.850でも自己最高の成績を記録した。一方で三振の多さも屈指のレベルになり、喫した173振はワースト6位だった。守備面では95試合で守った右翼ではあの失策、守備率 972DRS-9 という内容だった。オフの11月3日に FA となった。 2017年1月20日に、オリオールズと3連総額3700万ドルで契約を結んだ。ブルージェイズとの開幕戦では、延長11回にサヨナラホームランを打つ。またその試合での2安打は2塁打と本塁打で2打点を上げた。これで、サヨナラホームランを打ったのは6回目となった。9月5日に、CC サバシアから通算200本塁打を達成した。 結果559打数で打率、234出塁率、289超打率、397だった。また、シーズンで4本サヨナラヒットを打ち、2017年の MLB 最高だった。2018年は、シーズン最初から故障者リストに入っていて、メジャーの試合に出たのは5月1日が最初だった。八月には、 膝の手術を受けることになった。358打席で打率。261.17本塁が44打点でシーズンを終えた。怪我もあって90試合の出場に止まった。2019年オフの10月31日にフリーエージェントとなった。ありがとうございます。